こう各歴代の家元たち の、うん、あの苦労が、うん、そこに、血と汗の結晶っていうんでしょうか、うんはい、そういうものももちろんあったと思いますですね、はいはい。五郎太にですね、はい、この度のその詐欺の稽古をするときにですね、うん、私が父から教わった詐欺の稽古っていうものをですね、うん、基本を見せるから真似なさい、うんうん、そのままのコピーじゃですね、はい、これはダメなんですね、はい、ですから教わって学んでですね、はい、やっぱり自分で消化して、うん、その結論をですね、うん、出していかないとダメなんですね、うんうんはい。世界でやっぱり一番大事なのは己の芸っていうものを磨いて、己の芸が一つの到達点っていうか、そういうところへ持っていかなければですね、もうあのコピーではですね、生きた芸として伝わらないと思うんですね。慣れた能楽の世界っていうものを構築させていただいて、良い形でやっぱり三郎太へ受け継いでってもらいたいなという気持ちでおります。